フラワンダフルライフ。皆さん今日も植物の毎日やってますか？やや受けどころか全く受けない。失敗。テイク2。フラワンダフルライフ。皆さん今日も植物の毎日やってますか？こっち植物の毎日。エクマの小鬼塚、福岡県朝倉郡筑前町、元気で息のいい鬼塚で出てます。出てます。はい。こっち園芸ガイド2024冬号絶賛好評販売中でございます。こちらにも特集ページ、クリスマスローズ素敵なのいっぱい載ってましたけど、はい、僕もどっか載ってます。載ってます。載ってます。はい。どっかこの辺あった。ほらほらほら。はい。ということでよろしくお願いします。特集ページございます。はい。冬ですね。寒波寒波、はい、寒波が来たけど、寒波が来てますね。うん。毎年この時期寒波来ますね。来ますね、はい、去年もちょっと営業が半日、うん、あった、ね、臨時休業になっちゃったりしましたけど、はい、でも今日は定休日なんで。そうですね、はい。まあへっちゃらで、まあ、寒さ対策っていうかね、防寒だけはしとかんといかんかなっていう感じですね、はい。雪が逆に積もる方が暖かくなるんだけどね。保温できて。確かにそうですね。積もるほどじゃないかな。ちょっとでも気をつけて。全国的に寒いみたいなんで、みんなね、寒さに負けず今年の締めも元気よく、はい、行きたいなと思いますが、はい、どうぞ。店長、今日は何を教えてもらえるんですか？はい、学べる、遊べる、楽しめる。そして今年のスローガンは他者思い。そう。もう1年間よーく美香さんも、成長してきましたね。成長できましたかね。はい、成長したと思います、はい、他者思いに。僕が言うのもなんですが、他者思いになった。去年の今頃から比べたら随分他者思いになったんじゃないかと。本当ですか？よかったです。はい、はい、なんと思いますんで、来年もっともっとね、いろんな思いになりましょう。はい。今日はね、最後どうですか？ドーンとこう正月を迎えるのに豪華なやつやってみます？そうですね、はい、正月、はい、豪華に行きたいですよね。そう、すっきり行きたいんでしょ。そして、はい、おい、あ、こういう感じのやつ作れってことやろ、ね、そうですね、こんな感じのちょっとお正月っぽ い鉢選びに行こう。鉢選びに、はい。あ、オステオの鼻掃除しようね。オステオの鼻掃除ちょっとしてくださいね。マーガレットもちょっと若干鼻掃除か。よし、ちょっと鉢を選びに行きましょうか。はい。最後なんで、あそこに飾るのこの辺する。お、いいね。これ飾ってみようかな、ちょっとね。いいですね、明るい。うん、うん、なんじゃこれ。あ、雪ちょっとお花に積もってきてますね。あらららら、わ、結構降ってますね。雪だね。はい。ホワイトクリスマス、うん、果てしないあの雲の彼方へ。こんな感じやろ。そんな感じです。ということで、はい、やってきたんですけど、美香さん、はい、これ僕ね、最後なんでちょっと大きめのウイチョウをちょっと植えてみたいです。いい、っちゃいますか？ダメ。どうぞどうぞ。え、あの経理担当としてはちょっとだね。お前それ植えたら価値なくなんじゃねえかって思ってる。これあれよ、これはあれみたいよ、これ柄のやつ植えてみたかな。大きめのやつがいいやんね。アリス、アリスホテルでかすぎるな。あれちょっと大きいですね。この辺りじゃない、こうなんかね。そうですね、その辺りでお願いします。あれは、ああ、これあれだよ、これエリザベス、エリザベスのあれですよ、即位70周年のあれやろ。そうですね、記念の英国王室のエンブレム。これも使用許可が、もう作った時は使用許可もらってて、もう今切れてるんで確かもう作れないってやつ、うん、そんな価値があるにして安いよ。そうですか。6万円ですよ。6万円、うん、びっくりしないでしょ、そんなに。ウィッチフォードのいろんなの見てるからそうですね。そうよ、あ、結構でかい。あれダメ、ダメか、あ、やりすぎ、やりすぎ。はい。この辺は、これ、これ、これも、これウィリアム・モリス。
にインスピレーションを受けたってやつ。ひばりが、はい、飛んでますね、うん、これどう。いいですね、素敵。あ、そんなに高くないよ。あ、意外とこれは28,200円ですか。お、はあ、いいんじゃないですか。ちょっとお年玉で買えるぐらいちょっとお年玉で買えますね。これがいい、はい、これなんかかっこいいね、羽ばたく感じで。あ、いいね、いいと思います。ウィリアム・モリスさんのあのなんとかかんとかっぽっとよ、これ。これいいわ、こう細かい、ほらほらほら、馬とね、ウサギか、これウサギ、これ、え、これ何、何にする、ウサギかなんかじゃないの、これ。やっぱ馬、わかんないです。でもこれを作った方の、作った人のなんかあれでしょ、なんか、あのメッセージでしょ、うんうん、なんかこう自分が作りました、そう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 、ダイイング的なダイイング的なものじゃないダイイングじゃないですよあ、違う、これ結構、わー、結構これ重厚感あるよ。ありますね、これいいじゃない。ああ、箸より重たいもん持ったことないのにちょっとこれ持ってって、ちょっと待って、これ持っててくれる、ごめん、ちょっと重たいよ。俺がちょっとハンギング持っていくけど、ごめんなさいね。ほら、ロータスクレティックス、あ、違う、なんていうか、ポコットンキャンディ、コットンキャンディもうだんだん名前が出てこないコットンキャンディもほら、上向いてる、ほら。あ、本当ですね、上に上がってるね、え、可愛くないですか。されるものかと思ったけど、下に置いてるのは下に行ってて、上に行こうとしてる抗うものと、抗う、従うものと。本当ですね、そう、上に行くこともできるんですね。上に行くこともできる、本当は上にも行ける子なんですよ、うん、けど周りの子に遠慮してから下行くという。鼻数がすごい、鼻の掃除はね、たまにこうしてもうね、ピークを過ぎたやつだけ取ったり、反対側向いてるやつ取ったりとかね、僕は結構するんですけど、かぶってるやつはね、パッとこっちを向いてる子を出してあげるとかね、こうして、ほら、あれないんやな、羽蓋がもうないんやね、これ一発で終わり、ん？ダメ？これ一発、これ一発終わり、綺麗やろ？綺麗ですね、軽いな。ちょっと縁起物っぽい感じやし、ゴールドっぽい感じね、サチロス、サチロス、サティモス、サティモス、サティモス、ワールドカップの主題歌、ああ、主題歌歌ってた人たち、そう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 、それサチもう好きやね、ウンカさんそれサチロス私じゃないですサチモス、それはそれはもうサチモス好きやね、どこまで行っても、うん、これいいな、こういうの豪華でいいよね、見てこのね、この豪華なラインナップね、うん、すごい、うわうわ華やか、うわ、え、華やかですね、華やか、華やか、これどう、いいね、いいね、なんつった俺、あと、あとは、クリスマスローズ、あーいいですね、クリスマスローズっていうの、魚竜梅は魚竜梅、魚竜梅、魚竜梅の背の高いところとか、セシリフローラとかね、あーいいですね、わー、それにもう今や希少になってくるよ、ストックヴィンテージのカップラ、ほら、お、なんだなんだ、もう俺のインスピレーションがもう凄まじいな、これすごいですね、迷いがないですね、迷ってる暇なんかねえんだよ、迷ってる暇なんかねえんだよ、え、ただ重たくなってきたんだよだから迷ってる暇なんかねえんだよ、
おい、クリスマスローズもう入らんかも。ヒューキャラ欲しいやん。ヒューキャラ、ヒューキャラ、ヒューキャラ、キャラ、明るいやつ、シナバーシルバー、あとちょっとこの辺か。わあ、モリスに合う感じ、モリスの感じとあのウィッチフォードに合う感じ。お、いいね。なんかちょっと置いていいですか。はい。重たかった、重たかった。いや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 、手もあるよ、こういう手もあるし。いや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 、あれ いや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 、カラーリーフ、タリスも入ってるけど、ちょっと地味めかな、ちょっと地味めかな。いや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 、あれじゃない、あれじゃない。ゴールドかかったビオラ、いい。豪華版ジン、これでいこう。おお、豪華。ああ、まだ植えたいもいっぱいあるな。ああ、今年もなんか最後言い切れんかったな、全部全部伝えきれなかった。そんな無念を晴らすぞ今日は。カッパーやめる、ストック結構使ったね。使いましたね、今年。じゃあここはもう豪華版でお金に糸目をつけません。高いだ、あだ、ほだいうのはこう今回なしにしてもらって、もうね、チャンネルを変えてください、そういう時は。はい、これでいこう。はい、はい、もうあの2023年最後に花を添えるのはやっぱり寄せ植えでしたということでやりたいと思いますが、でっかいのがいいよ、これ、これ穴が大きいんで、はい、こうして石はね、この半分ぐらいまでいいよ、半分ぐらいまで。はい、はい、うん、ね、油山も無事開業して、美香さん。はい。はい。無事に開業しました。開業しました。はい。ね。油山の動画を見てもらったかな、皆さん。そうですね。動画配信してますのでご覧ください。ね、雰囲気バッチリやもんね。はい。いい感じの森ですけど。はい。ちょっと山の中なので、本日は早めに閉まるみたいですね。そうね。今日はね、早めに、うー、今年最後の寄せ植え、本編動画で最後の寄せ植えですね。はい、行っちゃいましょうか。お願いします。はいよ、じゃあね、こっち前で、こっち後ろで行くんでね。はい、いいですね、この苗がまた結構球根もしっかりあれしてるんじゃないかな。あ、金ポゲ科の土が良かった本当は。あ、クリスマスローズもラナンキュラスも入ってるからですね。金峰外科の土があるんで、そちらでもいいですね。はい、まあでも金峰外科の土もうちの土も近いので、はい、ちょっと今日は
いつものバイオードしてますけどね、はい、はいはい、専用バイオードでも、まあ、他の植物が入ってても、うん、まあ、特に気にせず専用を使ってもらって、はい、大丈夫です、大丈夫ですね。ほら、またちょうどよく映ってる時にちょうどよく来る人がやっぱね、はい、さすがさすがって言ってますよ。そうですね、今日はね最後なんですよ、最後に一言、え今年最後の一言、メリークリスマス、あ、メリークリスマスだそうです。はい、セシリフローラ、セシリフローラもね、花がねまだ咲いてませんけど楽しみ、ちゃんと表面削りましょうね、エリカ類カロナ類ね、はい、こっちの方がいいのか、お、やっと着いた、ね、いつもとあれがあれがあれやから、あれがあれだね。お、いいじゃないですか。あ、豪華ですよね。え、重たいからこうやってるんですか。重たい、そう、あのあれなんですよ。あの高いんですよね。打点が高いんです。次魚竜梅行く、魚竜梅ももうガリガリよ、魚竜梅の時はね、皆さん、おっしゃ、おお、角取りましたよ、角、はい、角取りまして寝かき棒で、わかりやすい、黒の服ダメだった、いや、黒い服わかりやすいです。おっしゃ、フィールスカイ、フィールスカイが効いてます、フィールスカイが効いてますよ。どんな1年でした、今年の重大ニュースは、じゃああれだな、オニオンズのライブで発表しようかな、はい、ってことやろ、あのメンバーシップ、オニオンズも絶賛、メンバーを募集中ですね、募集中です。あ、今日も100人いってるかもしれないですね、昨日夜見たら99人だったので、そう、そうやった、仲間がどんどん増えて、仲間がオニオンズバッジ、あ、俺つけるの忘れてた、今日オニオンズバッジ、ね、今日も髪の毛の色もこの服の色に合わせた、こう青黒いでしょ、青黒いですね、はい、ね、ちょっとしたひじきみたいになってるひじきどうですか、はい、わ、わ、こうして植えたらいいんですよ、こうしてね、ちょっとね、葉っぱもね、あの少しね、そぎ落としました、はい、はい、バンバンいくよ、ユーフォルビア、ユーフォルビア、ブラックバード、いいですね、おしゃれ、おしゃれ、寄せてもいいですよね、今ね、いいかも、あ、クリスマスローズ行ってみる、じゃあ、はい、クリスマスローズ、これね、今日はね、あの原種系のね、リーフでも見れるタイプにしましたよ、今日はね、やっぱあの花も可愛いんですけど、リビダスのね、スレーティリーフ、リビダスです、リビダスね、おしゃれですね、はい、スレーティリーフ、おしゃれね、あのクリスマスローズの処理の仕方の、もともとはほら寝かき棒の元祖ってクリスマスローズからじゃないですか、そうですね、ね、うん、あの僕がペグでやってた頃から、そうですね、ね、クリスマスローズの時に根を傷めずに根を開くっていうね、そのためにあったのがペグですね、ペグですね、はい、それが今この便利な寝かき棒ができちゃいましたんで、開かないと、開く開く、これまだマシな方ですけど、やっぱ根が固まってますんでね、すっごいガチガチのありますよね、そうそう、あのポットの形が変形するぐらいのやつ、うんうん、あれ良くないんで、こうしてほぐしてあげたらいいですね、そう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 、詳しい内容はあの過去動画で、うん、結構丁寧にやってるのがあるんですけど、うん、クリスマスローズが今ね、花付きも入荷が始まったんで、はい、ね、おお、なんか出張してほら、あの
植えてるみたいな感じ。今日はね、植え込み台じゃないんで。うわー、で夏場ね、夏場の葉っぱ、夏の葉っぱ、夏場ね、夏場もどんどん取ってくださいね皆さん。夏場取ってください。素晴らしい。あ、ここでいいかもよ。でちょっと開いて、うわあ、うわ、いかがでしたろう、いかがでしたろうか。よいしょ。中の方、後で土入れるのが大変になるんで、ちょっとねこの時に少し入れときましょうか。あの軽く指を入れる、がほら中の方ね、大きな鉢の時中の方がね、1列2列で植える場合いいんですけど、1列2列3列になる場合ね、真ん中の列はちょっと植えづらいっていうのは、ちゃちゃちゃ、あれ入れづらいっていうのがあるんで。おー、ミンティアイス僕大好きなんですよ、このレースラベンダー。レースラベンダーだけちょっと寒さね怖いですけど、寄せて植えとくと寒さ対策にもなったりするし、あの先が焼けるっていうのがあるんで、それだけ気をつけてほしいなっていうね。缶に直接当てない方がいいと思います。今日のはまあ本当は外置きたい感じなんですけど、唯一レースだけはちょっとあれかなと思うんですけど、まああの半日陰でもよく咲くものばっかりにしてるんで、今日のはね、はい、これも根は切っちゃダメです。根は扱っちゃダメです。根を切りませんよ、ほぐすだけですよ、ほぐすだけですよ。はい、で向き見て、これこそね少し間引いた方がいいかも。下の方の葉っぱ、中の方の葉っぱ少し間引きます。こうして、植えた後ね、見えなくなるところは蒸れ防止。お、雪がちょっと止んできた。ちょっと弱まりましたね、うん、はい、向き見てね。いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか、いっちゃう好き君はやっぱ。あ、豪華ですね。豪華です。もう、はい、これもう限定1個だからね、もちろん本当にオリジナルのとっておきの一鉢。はい、もうだいぶほぐれてるんで、なんかほぐれてるね、程度でいいです。ここ向き見てあげてください。こうがいいかな、こうだな。ちょっと土で押さえますね。いいかもね。ちょっと手が汚いね。全然入るね。ミントブッシュいいでしょ、シルバーミントブッシュ人気ありますね。寒さも強いですね、はい、ポット外して、はい、苔取って、苔取って、苔ちゃいました、苔ちゃ、苔取って少しほぐして向きを見て、ここら辺いっぱい入るけど、いっぱい入るけど窮屈そうに見えないって言ってもらったんですよ、この間僕の寄せ植え。そうですね、後ろから見てもすごい、うん、風通しいですね。そうです、ほんとほんと、これ神代寺古門のシルバードの真ん中が、あのシルバードになってくるやつ、いいでしょ。わあ、なんか、はい、ビオラですから、今年もやっぱ主役でしたね、ビオラね。そうですね、はい、数々の思い出をありがとうということ。どっちも前だな、どっちも前だな。たくさん咲いてますね。たくさん咲いてますね、うん、え、どっちも前だ、わからなくなっちゃった。こっちこっちかな、こっちにしてみようか。はいはい、おー、いいね。ちょっと横から見れないからちょっとあれだけど、うわー、うわー、はい、ヒューケラのリオ、リオ
もうね、祭りだ、カーニバルですから、リオでしょ、やっぱ。ですね。はい。ね、カーニバルですか。一個一個、一個一個ちゃんと拾いますね。え？あかんか？いや、物語があるのよ。そうですね。全てにストーリーがある。全ての人にストーリーがあるよ。全てのお花にもストーリーがあるんです。美香さん、ね？それぞれには物語があるんです、美香さん。ね？だからよくあるでしょ？あ、この花はうちにもあるとか、うちにも植わっととかね、よくそういうふうに店頭のお花を見ていらっしゃる方いらっしゃいますけど、それはその花のストーリーです。これはこの花で生産者さんがどんな思いで作ったかとか、必ずねストーリーがあるんですからね。一概に一色ってねできません。ありますね。ありますよ。お、どうですか。すごい、ん、すごいね、綺麗。あの、これね、あのラッパ型になってる鉢あるじゃないですか、はい、あ、口がこうじゃなくて、まあ、これぐらいじゃなくて結構こうなってるでしょ、ラッパ型に、はい、なってる鉢、気をつけてほしいのはね、結構のけぞるんですよ。あ、はい、こうスッとまっすぐ立たないけど、うん、これ、ね、結構こうなっちゃう、植えてるとね、みんな外側に外側に全部のけ開いちゃう。なので、まあ、まっすぐ立たせる、これはちょっと開き気味にわざとこういうふうに見せたけど、横はね、でもスッと立たないといけないんで、のけぞらないようにしてください、ね、のけぞらないようにね、気をつけてください。綺麗に立ってます。はいはい。でもう土を、じゃあ一応配置は決まったんで、ね、土をしっかり入りますよ。はい。ちょっと回せないんで、鉢が大きいから回せないことはないけど、自分が回ろう。回るしかないですね。いいですか、自分が回ろうね。はい、ぐるーっと一周ね、ぐるーっと一周してください。あ、すいません。で、やること一緒だよ。軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる、軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる、今年もありがとう、ね、軽く指を入れる、穴が開く、よっしゃ、軽く指入れる、穴が開く、土を入れる、もうそろそろ覚えてください。軽く指入れる、穴が開く、軽く指入れる、穴が開く、軽く指入れる、穴が開く、土を入れるね。はい、はい、土のすくい方ね、一回ここに落としてくださいね。はい、そして入れてください。で、すれば綺麗に入ります。お、大丈夫、軽く指を入れても穴が開かなくなった。お、ほ、それぞれの間に必ず一度指を入れてください。もうこれを慌てない。いや、最後でほら、かぶってるの、はい、あれ、かぶってるのあるでしょ、はい、ね、かぶってるお花を取ったり、美人さん作業がね大事ですんで、ここもいいのかなみたいな。ここもせっかくクリスマスローズがあるのにちょっとかぶってるなっていうところ。お。お、見えてきましたね。見えてきたろ。ね。明るい未来が見えてきたね。はい。まあ、我が社も明るい未来しかありません。園芸の業界も明るい未来しかありません、皆さん。ね。うん。明るくいきたいですね。そこで美香さんが明るく聞こえないと何かあるのかなと思うでしょ。明るくいきたいです、はい、ほら、どう、お、良くなってきたね。スキミアもいいね、やっぱね、豪華でね。はい、スキミアも寒さも強いですしね、大丈夫ですからね、来年も行けますし。お、はい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 、はぐみしてあげてください、はぐみを。最後は魔法の手で、自分の手を魔法の手と思ってくださいね。この子たちをね、より綺麗に仕上げる魔法の手、スタイリストと思ってやってくださいね。ほ、決まりましたね。はい、おい、完成ですと言いたいところですが、お正月バージョンにもうちょっと加えましょうか。はい、せっかくなんで。この体がラメラメになるよ。せっかくなので、はい、この
せっかくなのでこの、はい、ねえ、ラメ入りの雲竜柳のこの枝、はい、ちょっとぶっ刺してみようかね。縁起がいい感じです、ね、ほいほいほい。おお、上手かねこれ。上手、上手かねこれ。やっぱあのね、目指せ銀の盾ということで、先に銀を盾。はい、銀を盾ましたね。銀を盾ましたよ。ほら、そしていつか金屏風の前で歌いたいということで金。そして心はいつも情熱的、はい、カープレッドは外せないでしょやっぱそっか、カープレッドですね。カープレッド、すごい。よーし、おー完成でーす。わかりやすい、こうしたらわかりやすい。そうですね、ね、はい、こう枝もね、こうぶっ刺すだけなんで、はい、これかなり持ちますよ、はい、後は根も出たりして。すごい、ちょっと近づいて撮りますね。おい、ちょっと大型なんで、はい、まあね、お正月はず、過ぎればこういうの外せばいいだけなんで。そうですよね。そうそうそう、どうでしょうか。やった、これお正月ピックでも刺す、ピックいいですね。迎春ピックでも刺しますか。はい、持ってこうか。はい、ほら鶴のね、ピック、はい、ここ刺します。ここでも行きますか。おお、ここはちょっとあれだな、ここやろな、やっぱな。いかが。いいですね。いいですね、はい、どうでしょうか。鶴は千年、亀は万年、ウニチャンネルは永遠です。ウニチャンネル永遠に、はい、ということでできました。できました、やった、完成。今日どうです。うわー、できた、すごい。ウィリアム・モーリスじゃなくなった、ウィリアム・モーリス柄のウィッチフォードね、はい、はい、にあの、豪華にちょっといけたんじゃないですよ、植えたんですからね。植えました、はい、植えたんですから、植えてみました。皆さんいかがでしょうか。お正月これで豪華に迎えようということで、しばらくお店のシンボルで飾っておりますので、はい、あ、もちろんご購入したいという方がいらっしゃったら、はい、店頭引き取りのみですけど、はい、はい、あの言ってみてください、はい、お値段は今は言えません、はい、お値段はもうちょっと桁が、はい、ただもう、ま、わざとです、ね、わざとというかね、今日は、はい、あえてそういう、はい、そういう一鉢を作りましたので、ね、そうですね、はい、お正月バージョン、はい、イエー、すごいすごいすごい、すごいいいですね。いいですね。去年も良かったけど今年もまたいいですね。いやいや、ちょっとだけでもレベル上がったかな。いやー、すごい。そうです、ということで皆さん、はい、今日の動画、いや今年のウニチャンネルも面白かったよ、楽しかったよという方、ぜひ高評価とおすすめと、チャンネル登録してないよっていう方がまだなんかどうもいるみたいで、はい、チャンネル登録者数より視聴回数の多いというのは、はい、何かこれはちょっとまだお忘れなことあるんじゃないかと思いますので、はい、ポチッと、はい、ポチッと。そしてメンバーシップもやってますんでね、はい、はい、で年末年始はまだワイワイやっていこうと思ってますので、あといろんなお得なこともね、年末年始ですから、はい、ね、あの外せないお得情報もありますんで、ぜひ概要欄には貼ってます、いろいろ。概要欄は各種 SNS、はい、など貼ってありますね。オニツもありますね、はい、オニツもあります、はい、通販ですね、ありますし、はい、インスタもやってるし、公式アプリの方でお得な情報出たりするんで、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、2023年も楽しく学べる、遊べる、楽しめるで、1年間ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、他者思いは来年も外れないテーマでございます。それじゃあ皆さん、またね、メリークリスマス and ハッピーニューイヤー、あ、違う、まだ早かった、良いお年を良いお年を